はい、GD ワインの服部です。今日ご紹介するワインはね、ちょっとお宝ワインですね。ワイナリー名がピエロパンです。こちらはですね、イタリアのベネト州にある作り手ですね。もうめちゃくちゃ有名ですね。で、今日お持ちしているのがカルバリーノ、スワベクラシコと言います。で、カルバリーノっていうのは畑の名前なんですけれども、ピエロパンには2つ有名な畑があって、このカルバリーノと、それからラロッカっていうね、2つですね。で、カルバリーノの場合は、ステンレスのみの熟成となっています。なんとこれまだ3000台で購入できると思います。最新ヴィンテージは2020ですけれども、当時も3000台ですね。はい。ではね、見ていきますね。色ですね、もう黄金色ですね。11年経過してますので、黄金色になっています。香りからいきますね。香りは素晴らしい。何ですかね。華やかなんですけれども、とてもね、控えめで、芯のある香りですね。売れたね、白い桃であるとか、アプリコットであるとか、それから、アスワベ独特のね、少し麦わらっぽいね、風味がありますね。まだ開いてないですけども、これからどんどん開くと思います。アタックはね、飲んだ瞬間がね、トローンとしたようなね、風味があります。で、それから蜂蜜であるとか、アプリコットであるとか、先ほど言いました香りの果実がね、こう広がってくる感じでね、最初に感じた桃ですよね。桃をね、食べてるようなイメージです。で、飲んだ後に少しね、苦味がやっぱりきますね。スワベですので。はい。スワベですので、品種はガルガネが主体で、トレビアノが少し入っています。おそらく世界でもこれだけの白ワインをね、この値段で、このクオリティをね、提供するっていうのはなかなか、ね、できないと思います。本当に、良い生産者だと思います。はい、GDY の服部です。本日はありがとうございました。私の大好きな生産者ですね。ピエロパンのカルバリーノですね。もう一つのね、クルーワインと言われているラロッカっていうのは、樽を使ってまして、少し大柄なワインになってきます。こちらはどっちかっていうと、シャープなね、印象を持てるワインなんですけども、10年以上寝かしてしまうと、もう本当にね、素晴らしいトロンとしたようなね、風味と、少し甘いね、白桃のね、熟れたようなね、甘さがね、とてもね、印象的なワインだと思います。ぜひね、試してみてください。まあ、最新ヴィンテージは2020だと思いますけれども、それでもね、買いです。ピエロパンを飲んだことない人は飲んでみてください。スワベのね、概念が覆ると思います。はい。他にもね、こういった動画ありますのでチェックしてください。失礼いたします。